はい、どうも、カッパ院長です。じゃあ最後はね、このどうでしょう、ご覧ってあなた、このバラエティ番組とか見られる方ですかね。僕、この番組全然見たことも聞いたこともないし、知らないんですけど、この松本伊代さん、ね、このヒロミさんの奥様の、ね、松本伊代さんいらっしゃるじゃないですか。なんかね、随分ひどい骨折、この収録で、番組収録中に、怪我して、なんだろう、この腰椎圧迫骨折。全治3ヶ月の重傷らしいですよ。なんかちょっと前にもさ、ほら、ダンプ松本さんのね、なんかドラマを作るっつって、ユリアンレトリーバーさんが、あ、結局どうなったの？本当になんか元気ですって、本当に元気になられたんでしたっけ？言わされただけで本当はまだまだしんどいんじゃないのかとかって当時はちょっと思いましたけども、わかりませんが、また今度なんか別な番組、あれは確かネットフリックスドラマでしたっけ。で、今回のはこの地上波 TBS のなんだっけな、このバラエティ番組で狼少年って知ってます？僕は知らないんですけども、まあなんかダウンタウンのこれ浜ちゃんが出てるんですよね。 MC なのかな。で、なんかこのタレントさんをこのドッキリ、違うな、クイズか、クイズ番組なのこれ。まあタレントのね、ちょっと内容よくわかんないですけど、クイズに間違えた罰ゲームで、腰の骨を折ってしまった。これヒロミさん激怒したりしないのかな。タレントの松本伊代さん57歳だそうですね。うん、でもさ、57歳が高齢ではないですけども、ちょっともうなんか20代30代のこのね、若手のこの芸人さんとかさ、と同じような内容の罰ゲームやらせるのはちょっとしんどかったんじゃないの。で、まあ、TBS 系バラエティ番組のこの狼少年、なんか金曜日、夜やってるらしいですね。まあ、24日収録で落とし穴に落下した時に腰を痛めて、腰椎圧迫骨折、元に戻るかな。まあ言っても57だとまだ若いっちゃ若いと思うんでね。まあでも3ヶ月治療必要なんだって。3ヶ月程度の過量って書いてあるけど、なんかこれあれじゃないの、 TBS なんか身内の なんかね、いやそんな大したことないっすよみたいな、そんな感じにこの書かれてるだけで本当は結構しんどかったりするんじゃないのかな。で、26日同局から発表されたとね。 TBS がなんか正直になんかね、なんかこの伝えるとは思えねえんだよな。で、TBS では番組内の企画即落ち、クイズの不正解者がスポンジ状のクッションで満たされた落とし穴に落ちる企画の収録に参加されてた松本伊代さんが不正解に伴って落下した際、腰を痛めて、病院で診察を受けた結果、腰椎の圧迫骨折と、圧迫骨折っていうのがどんな感じなのかちょっと イメージが湧かないんですけども、なんかボキッていう感じじゃ、綺麗に折れたわけじゃないから、なんかこれ完全に治るの？治らないの？治るとしてもなんか時間かかりそうですよね。まあ圧迫骨折と診断されたんだって。で、治療に3ヶ月程度の過量を要するって、なんかそんなでもないんですよって TBS が勝手に薄めて書いてるような気がするんだけどな。どうなんだろう。なんかこうヒロミさんのこの怒りのコメントみたいな、まあでもヒロミさんはヒロミさんであれか、 TBS とかに各局に番組持ってるから、でも大事な奥様でしょ、怪我させられちゃったんすよ。なんか特にこのヒロミさんのコメントみたいなのがないんだよな。でもなんか松本伊代さんは松本伊代さんで、ちょっとなんか なんだろう、この骨がもろくなる、骨粗しょ、なんて言うんだっけ、骨粗しょう症で当てるなんかあの骨がもろくなるやつ、なんか去年も背骨痛めてるらしいですよね、松本さん。確か去年は、7月夏だったかな。
なんかこの当時のなんか関西テレビでの、事故だった、事故だと思うんですけど、なんか運動中背骨を、やっぱりこの時も圧迫骨折だったらしいんですよね。まあなんか自宅療養中であることを公表していて、なんか「よーいどん」っていう番組のなんか火曜のレギュラーを務めてたらしいんですけども、それをなんか7月、欠席したっていう、なんかそういう出来事があったんですよね。うん、だからもともとなんか骨弱いのかな、松本さん。まあ、確かになんかがっちりした体格の頑丈そうな方には全然見えなかったですもんね。もうなんか若い頃からすごい細いイメージ。まあ、実際細かったんでしたっけね。うん。なんだろう。やっぱり、あまり体丈夫、丈夫、病気っていうか、なんかその頑丈、骨とかさ、筋肉とか、なんかその物理的なこの圧力、うん、ウイルスとかその菌とかじゃなくて、なんかこのぶつけたとかさ、転んだとかさ、なんかそういうなんか衝撃系に弱そうな、華奢なって言ったらいいのかな、うん、もうちょっとなんかいい言い方ねえかなそれだとなんか、うん、あれですけど、まあなんか早くな、こういうのってなんかカルシウムをいっぱい取るとか、やっぱり基本的にはなんかちょっとずつ運動するとかしかないんだっけ。まあちょっとわかんないですけどもね。なんか、なんかそういうこの罰ゲーム、ないやつにすればいいじゃんね。なんかほらちょっとこのビリビリってなんか、いやそういうショックも与えちゃダメか。やっぱり背骨圧迫骨折履歴、だってそういうこのね、去年も怪我してたっていう、知ってるじゃん、制作サイドだったりね、局も知って、知らないの、よそだから知らないのかな、わかんないですけど、で本人も言えばいいじゃないですかね。私なんか松本伊代、ひろみさんとか松本伊代さんクラス、別に仕事を選ぼうと思えば選べそうな気がするんですけども、そういうわ、そういえばさ、全然関係ないけど、このひろみさんと松本伊代さんってずっと仲良しですよね。なんかこのね、だってほらひろみさんだって基本もともと芸人さんじゃん。なんかそういうこのスキャンダル的なのってなんか昔あったんですかね。まあ知らないだけかもしれないですけども。なんかこういう罰ゲームってどうなんですかね。あんまりこういうこと言うと、どん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 番組が、バラエティがつまらなくなってくんだよみたいな、そういうこと言われちゃうかもしれないけどもさ、もうちょっとなんかね、そろそろね、もう還暦も近い年齢なんだしさ、なんかもうちょっと考えてあげてもよかったんじゃねえのかなってちょっと思いますけどもね。ねえ、だって落とし穴、もとね、バラエティで使うとなんか、あ、落とし穴、うわーみたいな、ドッキリとかでもよくあるからさ、基本的にはだって敵を罠にはめる、ね、ちょっと大げさな言い方ですけど、もともとは戦争で使う技でしょ、ってちょっと思いましたね。え、10代、20代、30代ぐらいの若い子だったらまだあれですけども、これはなんか曲側っていうかさ、ね、落ち度なんじゃないのかなって思いますけどもね。ということで、まあ無事早く治るといいですよね。今後はちょっとなんか、ご本人もなんか自分の体大事にされた方が、てかひろみさんは今のところノーコメントなのかな。なんか調べてもなんかそれらしいの出てこないんだよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。